朝起きたら男の階では変わってた。朝起きたら男の態度は変わってました。また愛を確かめましょうと言ったら、あ、大変恐縮ですが辞退しますと言われた。朝起きたら男の態度は変わってた。どないしてくれんだよ、責任者呼んでこいわ。お暇な時はいつでも来てねと言ったら、多分一生忙しいでしょうと言われた。朝起きたら男の態度は変わってた。朝起きたら男の態度は変わっとったんやけ。お前どうするの、お前寂しくなったらまた来てねと言ったら、孤独もいいもんですと言われ